三井住友会場プライマリー生命保険株式会社は日本の生命保険会社 MS&AD インシュアランスグループホールディングス株式会社の100%子会社三井住友会場とシティグループの合弁会社として三井住友会場シティインシュアランス生命保険株式会社の称号で2002年9月に生命保険事業免許を取得し 同年10月1日に営業を開始した。その後、2005年7月に、アメリカのシティグループ本社が、保険事業から撤退し、事業を、メットライフに売却したため、三井住友会場とメットライフの合弁会社となり、同年10月に、三井住友会場メットライフ生命保険株式会社へ、称号変更している。なお、親会社は、 三井住友会場が2008年4月に持ち株会社制に移行し、同年7月に三井住友会場メットライフ生命の株式を譲渡したことから持ち株会社三井住友会場グループホールディングス株式会社の子会社となった。さらに2010年4月親会社の三井住友会場グループホールディングスは アイオイソンポ、日清堂はソンポとの経営統合により MS&AD インシュアランスグループホールディングス株式会社に称号変更している。メットライフは2010年3月に AIG の正保守会社アメリカンライフインシュアランスカンパニーを買収しており、日本にはアリコジャパンを軸に日本への本格進出をする方針で MS&AD との合弁契約を解消。 同社は MS、MS&AD の完全子会社となり、三井、住友会場プライマリー生命保険株式会社に、称号変更した。三井、住友会場メットライフ生命保険株式会社の、完全子会社化に関する、お知らせ MS&AD インシュアランスグループホールディングスニュースリリース2010年10月29日、三井。 住友会場メットライフ生命保険株式会社の称号変更について MS&AD インシュアランスグループホールディングスニュースリリース2010年12月27日ありがとうございます